どうも皆様ごきげんよう、クーです。それではファイアーエンブレム風化雪月続けプレイしていきましょう。それで、前回支援情報ですね、がっつり見たと思います。それでもまあまだ結構残ってるんですけどね。まあね、この辺りはね、正直なんだろう、まあこの今アドラークラッセの帝国ルートじゃない、あの教団ルートの方に進んでますけど、これ実況終わったら、あのまあ他のゲームは間に挟むとは思うんですが、その後、王国ルートと同盟ルートもやるので、まあ、この辺はね後から見れるとは思うから、別にそこまで熱心に回収する必要があるかなとは思うんですけどね。まあでも見れるものは見ておきたいところですね。合間合間を塗って頑張って回収していこうと思います。ではまず掲示板行きましょう。物資調達かあるかな。最近一生懸命野菜育ててるからあるとは思うけど。アンバルのどこかでレアは君の到来が近いことを感じ取っているだろうか。どうでしょうね。レアを救い出せたならば、おそらく君は、隠されてきた多くの真実を知ることになる。その覚悟はできているな。まあその話はね、あったからね。それでいい。間もなく出撃だ。私も最善を尽くす。君もしっかりと準備しておいてくれ。決着が近いかな。頼みがある。不足している物資の調達に君も協力してくれると助かるのが、引き受けてもらえるだろうかということです。大丈夫だと思うけど、もう一回。あ、オッケーオッケー。よくやってくれた。よし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 、感謝する。いいね。でついでに高度訓練も、あーもう S プラスになっちゃうね。 S プラスになるんだったらもういいかな、正直。だって絶対戦場に出た時にもうクリアするでしょ、これは。よし、オッケーオッケー。お、何やってんだ。ようやく程度、師匠の無念を晴らす時だ。まあそうだね。程度を制圧して帝国をぶっ壊せば、空の上にいる師匠も少しは気が晴れるだろう。どうだろうね。まあでもレオニーがそういう気持ちになってんだったら肯定しておきますか。師匠を殺したモニカは炎帝の仲間で、炎帝はエーデルガルトだったわけだろう。この戦いはホドラの未来をかけた大事な戦いには違いないけど、私にとっては師匠の仇討ちでもある。気合い入れまくって臨まないとな。まあ正直モニカはどっちかというとエーデルガルドの仲間っていうよりは、あのうごめく闇の一員っていう感じなんだけどね。あの町には苦い思い出が詰まって。元帝国だもんね、ハンデマンさんは。我が輩は帝国貴族の地位を返上してからずっと避けてきてね。だがこうしていざ戻るとなると格別な思いがあるな。昔何があったか分かりませんけど、マヌエラいないね。まあここにいないってなると談話室か、もしくは音室か。もうすぐレア様に会えると思うと掃除にも気合が入っちゃいます。きっと会えますよね。ここまで来て会えませんでしたはきついな。レア様、帝都で先生のこと待ってます。必ず見つけてあげましょうね。そうだね、頑張って見つけましょう。お、フェルディナント、いよいよここまで来たな先生。私は帝国を愛している。帝国にはどのような形でも残ってほしいが、それも無理な話だとは分かっているよ。帝国は長く続きすぎた。ここに至ってはフォドラ全土を統一して治めるような偉大なる王が必要だろう。それがアドラステアの皇帝でないのは少し寂しいのね。そうね、こんなところにリンハルトがいるわ。そういえばリンハルトの部屋だっけ、これ。フェルディナントの部屋の前じゃないか。どうしてここにいるんだ。かつてセイロスの町とまで言われたアンバルに騎士団と共に攻め込むとはね。セイロスが生きてたらどんなことを思うんですかね。昔はアンバルにも南方教会というものがあって、司教が派遣されてたみたいですし、100年以上前だったかな。
南方教会を巻き込んだ大きな内乱があって、それ以降5年前まで帝国と正教会は微妙な距離感を保ってきてたんですよ。なるほどな。こっち側に、フレンか。オッケー。どうした？テイとアンバル、実は私にとって生誕の地ですのよ。生誕の地なんだ。あの町の教会でお父様とお母様が出会い、私が生まれましたの。そんな大切な場所で戦争だなんて、悲しいことですわね。お父さんって、まあ、セテスのことだってのは分かるんだけど、お母さんって誰なんだろう。ソティスなのかな。謝って、でもソティスが母親だとしたら、レアはソティスの娘っていうポジションのはずだから、セテスがレアのお父さんってことになっちゃうよね。でもそれはちょっと考えにくいもんな。オートには行ったことがあるが、テートに行くのは初めてだな。フォドラで最大の都市ということは、それだけ多くの市民がいるということ。市街戦で町が破壊されれば多くの市民が苦しむことになる。そうね、乱暴な戦い方は避けたいところだが、それも帝国軍の出方次第だろうな。向こうが民のことをちゃんと思っているかどうかによるんじゃないですかね。この二人、実はエーデルガルト様、5年前私言いました、帝国に着きなさいって話。帝国の属国、けれども戦争どちら味方するか、そうなんだ、私決める、自由しなさいと。私ブリギットの王となる者、自身の道自身で選びなさいと。そして彼女の道、私の道、いよいよ激突するします。そうか、選択権を一応くれていたのか。戦場がテートでも、敵が怖いエーデルガルトちゃんでも、先生がいれば私たちは絶対に勝てるぞ。えいえい、おお。それはどうかな。ちょこっと不安だったから叫んでみました。これでもう大丈夫。それはどうかな。いよいよ今節はテートに攻め入るわけだ。いやー、なんだか緊張しまいますね。そうね、けどここが大一番だ。気を抜かないで頑張りましょうよ先生。一緒に頑張ろう。俺にとっては皇帝を討つことだけが殿下にしてやれる唯一の手向けですから。なるほどね、そういうことか。ま、王国を出た俺が今さら何言ってんだって感じですけど、まあまあ、でもそういう気持ちは大事だとは思いますよ。死神騎士か、やはりただ者ではなかった。それなりに切りがいのある相手だ。あの獲物は俺によこせ。まあ、奴自身はお前以外の者など視界にさえ入っていないのだろうがな。どうしましょうかね。俺としては今メルセデスに決着をつけさせたいなとは思ってはいるんですけど、しっかりねその辺の決別をしてほしいなと思うところでありますね。さあ、リシティアとアネット。デートに攻め込んで皇帝を撃つ、これで本当に戦争は終わるんでしょうか。いや、どうでしょうね。先生はどう思います？ならないと言いたいけどね。先生も感じていますか？私と同じ漠然とした不安を。とにかく今は目の前の戦いに集中しましょう。生き残ることに集中してもらいたいかな。テイとアンバル、こんな形で行くなんて夢にも思わなかったな。そういえば帝国の貴族って大体はみんなテートで暮らしてるんですよね。王国の貴族は自分の領地で暮らすから、王都が攻められても直接影響はないけど、テートが戦場になったら貴族の人たちはどうするんでしょう。どうするんだろうね、本当にそれは分かんねえな。先生、はい、この戦争も
いよいよ総仕上げって感じですよね。戦争が終わったらこのフォドラはどうなるのかな。ワクワクしますよ。まあ大きな歴史の節目ではあるよね。本当は怖いんです。テートに攻め込んで無事で済むのかなって。無事で済むように準備しっかりしていきましょう。こんなところにアッシュがいますね。せっかくメリセウス要塞を落としたのに、空からあんなものが降ってくるなんて。ミサイルの話か。お、うん、そうだね。どう対処したらいいか分かんないよね、あれね。はい、カトリーヌ。ぼちぼち大詰めだな、先生。レア様も私が現れるのを今か今かと待ちかねてることだろうね。そう思うよ。思ってないだろ。気を使うなよ。レア様が待ってるのは私じゃなくてあんただろうさ。悔しいけどね。どうなんでしょうね、そのあたりは。10年前、ダグザ・ブリギット連合軍が西方から帝国に攻め寄せた時、その最終目標は都であるアンバルだったと聞いている、だが連合軍は帝国内に侵攻どころか水際の港湾都市で迎撃された。それに比べれば私らの進撃は順調そのものだろうよ。犬がめっちゃ泣いてる。ベル先生、テートには多分私の母もいるんです、あんまりいい思い出はないですけど、でも父よりは全然大事なので戦いに巻き込まないでください。お願いします。文化で戦場には絶対出てこないはずですけど。どうだろうね。いや、まあわざわざ人質取ったりとかそういうことはないとは思うけど、どこまで帝国がそういうことしてくるかだよな。さあ音質見てみましょうか。おー、なんか植物の種ばっかり手に入ったな。せめて野菜をくれよ。うん、品質は上がらん。 OK です。さて、過激団の演者は入れ替わりが激しいけれど、裏方はずっと働き続けている人が多いの。私の頃から歌劇場で働いている人が今でも裏方にはたくさんいるはずよ。彼らはもう避難したのかしら。心配だわ私。そうね、進行あげとく。いや、1ヶ月に。はい、ラファエル。次はテートアンバルに行くんだよな。無事に戻れたら俺妹に自慢するぞ。何の自慢？テートに歌劇場があるの知ってるか？ほら、昔マヌエラ先生がいた、なんだっけ、ミッテル・フランク歌劇団だった。そうそう、確かそんな名前だったな。妹がさ、その歌劇団の舞台を見たい見たいって言っててな。まあ舞台は見れねえだろうけどよ、歌劇場の建物くれえは見られるかな。ああ、見られると思うよね。次はテートが戦場になるんですね。歴史の長い由緒ある町ですけど、一回くらい外人に帰してもいいかも。あ、そうだ、ね、でも平民に被害が及ぶのはダメです。貴族街のあたりだけ燃やしてください。言うね。先生、お疲れ様です。本日も異常なしであります。グルグマクは異常ないでしょうね。血栓の気温が高まってきましたね。自分も緊張してきました。ヘイトアンバルの歴史は1400年、長帝国の成立前からあった町だそうです。あ、そうなんだ。セイロス教にとっては聖地の一つでもありますし、とても重要な場所ですよね。決戦の間もルスは自分にお任せを、大修道院は自分が必ず守ります。見てるだけじゃなくて守るんだ。偉いじゃん。いよいよ帝国との決戦、長く厳しい戦いだったな先生。必ずやレア様を奪還し、皇帝を団長の仇を討ってみせよう。ま、その後のことは
またゆっくりと考えればよいのだ。そうだね、戦争は終わるかもしれないけど、その後の立て直しとかも絶対またね、時間かかるからね、その後もしっかり考えながら行動したいところですよね。この戦いが終わったらファーガスは、ポドラは一体どうなるのでしょう。小競り合いとかね、いろいろあるだろうから、完全な平和ってそもそもないとは思うけど。もう闘争や暴虐に巻き込まれて苦しみ、命を落とす人がいない世界になってほしい。うん、いえ、そんな世を作ることが生き残った私たちの責務だと、そう思うのです。そのために諸悪の根源は一刻も早く絶たねばなりません。必ず勝ちましょう、先生。私たちに負けは許されない。そうね、だいぶやる気がありますね。そうだな、僕の友達の兵士は数日前に帝国領に向けて出発したよ。敵に見つかっても怪しまれないように行商の装束を着て、武具は荷車に隠して、旅芸人に化けて出発した隊もあるんだ。なんだか仮装大会みたいだな。旅芸人、今のこのご時世に。いやー、俺の親父と顔を合わさずに帝都まで行けそうでホッとしてるぜ。王国側の方にいるんだもんね、今はね。護衛に決まってんだろ。実際帝国軍も親父のいるとこだけは負けてねえしよ。帝都攻略中に親父が増援できちまったら負けを覚悟するな、俺は。まあ百戦錬磨ってやつですかね。上昇無敗ってところか。帝都なんて久しぶりね。小さい頃に遊びに行ったことがあるわ。あの時はお母様と弟と三人で一緒に歌劇を見たのだけれど、まさかこんな形で訪れることになるなんてね。そうだね、まあできればそんな形では戻りたくはなかったよね。さて、あと一人かな、マリアンヌか。もしもこの戦争に勝ったら、先生がフォドラの王様に。いや、まあ、マリアンヌを安心させるか。ということは未定ということでしょうか。わかんないよ、あとのことは。先生が王様でいいです。平和な国にしてくれそうですから。だいぶ期待を寄せられてるな、それは。よし、じゃあこれでもうあと話しかけてない人はいないね。 OK。 じゃあ食事をして、結構やる気下がってんな。食いっぷりだけは一人前だね、セリル。だけですか。早くもっといろんな一人前になりたいな。いろんな一人前ってなんだ。何の一人前になりたいんだお前。さて、よし、OK。俺は我が輩のだ。おお。二人とも甘味が好きなんだよな。さて、目標設定でちょっと見てみようか。カトリーヌがマックスじゃないのか。せめてカトリーヌだけはマックスにしておきたいな。カトリーヌの好きなものは、贈り物、訓練用の重しだな。嬉しいね。もらっとくよ。嬉しい。OK、 よし、これでいいでしょう。じゃ あ散策を終えましょっか。やべやべ、目安箱見てなかった。寝ても覚めても戦い戦う、こんなんじゃ女の子たちの笑顔がかげっちまいます。ここは一つパーッと騒ぎましょうということで、これでいいか。くっ、ダメでした。
さあ個別訓練していきましょう。個別訓練していきたいけど、でもよくよく考えたらセテス、ハンネマン、マネーラ、アロイス、カトリーヌ、シャミアはもう俺に指導を無条件でしてくれるから、フレンとツィリルを何か得意なものあげて先生に少しでも指導ができる状態にしておきたいね。はい、 OK です。これでいいんじゃないかな。先生、聞いてもいいですか？おっと、なんだ。最近夜になると出るって噂なんですわ。私全然信じてませんし、怖くなんてないんですけど、みんな怖がってるのに何か対策を。灯台を増やして明るくしては。食材かな。なるほど、理解しました。暗いから怖いんでしょ。じゃあ明るくしたらいいんじゃない。先生。はい、さあ何もないと思うけど、ローレンスの誕生日。はい、世話ないね。僕とシャミアさんならあっという間に終わると思います。うん、同感だ。セリル、指示は君が出せ。はい、任せてください。早速始めましょう。いい仕事だ。セリルの指示出しが良かったな。シャミアさんに褒められた。今日はいい日になったな。そう、チリルだけが上がった。あれ、チリル上がった？上がってなかった。まあいいか。オッケー。じゃあどうしようかな。出撃ね、ないんだよ。ないんだよね。改めて出る必要もないだろうから、さらさらっとまた散策行こっか。さっと行ってきます。はい、 OK です。では探索終わったので進めていきましょう。さあ指導ですね。とにかく高度訓練がお互いできるような状況に持っていきたいので、はい、 OK です。じゃあこれでいいでしょう。先生。はい、いえ、理学も進行もどっちも上げてください。あ、カスパルの話はね、みんな知ってるだろうから、これはカットします。はい、 OK です。お、アッシュ。アッシュは支援情報 B かな。先生、ちょうどよかった。いつかの泥棒さんの話しましたっけ？あ、はい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 、本を盗まれたやつですね。ほら、街で出くわしたじゃないですか。はいはいはい、露店から本を盗んでいったあの人です。あの後僕は泥棒さんを追いかけて無事に捕まえたんですけど。泥棒さんっていうのが。あ、ちゃんと捕まえましたよ。僕、足の速さには自信がありますからね。うん、だけどお金はもらわないことにしました。だから実を言うと、あのあとしばらくお金がなくて大変だったんですよ。なんでハッシュが一人で損してるの？僕、あの人を捕まえてどうして本を盗んだのか尋ねたんです。高く売れそうだったからって。まとまったお金が欲しかったみたいです。子供が病気になったみたいで、その薬代にしようと思ったらしくて。働きなさいよ。それはそうかもしれませんけど、もし本当に病気の子供がいたのなら取り返しのつかないことになっちゃうから、人の命に比べたら安いものですよ。それに実を言うと、僕も昔あの人と同じことをしていたので。盗み？はい、といってももう何年も前の話ですけどね。僕の親は病気で死んで、だけど弟や妹を食べさせてやらなきゃいけなくて、頑張って頑張って働いたんですけど、稼げるお金なんてほんのちょっとだけで。それで盗んだんです。街を歩く人から、兵士から、お店から。弟たちの喜ぶ顔を見たら僕も嬉しくて、何度も何度も繰り返して。なるほどね。本当に後悔してます。今考えたら本当に
バカだったなって。で、僕が9つになった頃だったかな、領主様の屋敷に盗みに入ったんですよ。貴重そうなものはたくさんあったけど、目についたのは高そうな装丁の本でした。それがルーグと風の乙女です。挿絵の騎士がかっこよくて目が離せなくて。アッシュが一番好きだって言ってた本ですね。なるほど。で、本を盗んだ僕は案の定その領主様に捕まっちゃって、その領主様っていうのがロナート様でした。けどロナート様ったらすごいんですよ。何も聞かず僕に本とお金をくれたんです。字が読めないって言ったら、弟たちごと僕を屋敷に招き入れて読み方を教えてくれた。その真似事じゃないですけど、僕はあの方みたいになりたいんです。僕が悪事を働いてきた分、たくさんいいことをして埋め合わせたい。だから出費はちょっと痛かったけど、あの泥棒さんのことは後悔してなくって。自己満足、自己満足だとは思うけど、まあアッシュぐらいだったら分かってるんじゃないか、そのあたりは。先生、もちろん僕だって分かってるんです。僕が少しお金を払ってあげたくらいで、それはそう、あの人たちの暮らしが楽になるわけじゃない。世界中の貧しい人たち全員を助けられるほどお金があるわけもないし、だからって何もしないでいるなんてやっぱり僕にはできません。先生、僕はどうすればよかったんでしょうか。難しい課題だね、それは。まあでも考え抜いて結論出すのがいいんじゃないかな。いい仕事だ、セリルの指示出しが良かったな。シャミアさんに褒められた。今日はいい日になったな。そりゃ良かったです。だいぶつかめてきたと思うけど、さ、どうかな。僕の進化が止まらないな。何言ってんだ。実践に取り入れてみるか。この力役に立つといいのだが。 OK です。うん、まだいけるな、まだいけるな。散策するか。じゃあまたいつも通りさらっと行ってきます。 OK、 では散策を終えましょう。はい、では個別訓練いきます。 OK です。やる気これで全部使ったね。はい、先生、闇の実でいいです。お、誰だ。マリアンヌ、はい、いいね。主よ、私をお導きください。先生はこんな私をいつまでも気にかけてくれるんですね。よく気づいたね。忌まわしい紋章を持って生まれた私は人を避けて生きてきました。同じ紋章を宿していた父から必要以上に他人と関わるなと言われていたんです。まあ、気持ちは分からんでもないけどね。私自身も不幸になるからと気がつくと、私が心を許して話せる相手は無垢な動物と女神様だけになっていました。ずっと前に私が主に何を祈っているのかお話ししたことを覚えていますか。はい、でもあれは嘘だったの。嘘です。あの頃の私はもう自分が生きる意味も見出せなくなっていて、主が私という存在を許し、いつか心安らかに天に召されるように、それだけを毎日祈っていたんです。だけど今は死ぬことも一人になることも怖くなってしまいました。こんな私を受け入れてくれる仲間がいて、見守り続けてくれる先生がいて、人の優しさをぬくもりを
知ることができたからありがとう先生。あなたがいたから私は生きようと、生きたいと思えた。よく喋るようになったな。ご心配をかけたと思いますけど、私はもう大丈夫です。公表するほどの勇気はありませんが、私の中の呪いは消えました。だからたとえいつか仲間や先生と離れることになったとしても、ここで過ごした思い出がきっと私の生きる力になって。はい、先生と一緒なら私も前へ進めそうな気がします。先生のそのさっきのセリフはもうなんかプロポーズにちょっと近いものがあると思いますけれども。いい仕事だ、セリルの指示出しが良かったな。シャミアさんに褒められた。今日はいい日になったな。さあシングルタスクどうだ。だんだん仕上がってきました。この技どう生かしたものか。まだまだ完璧にはほど遠いか。いいね。さあ28日だけどどうしようかな。29日もういきなりガッとテートに攻めるわけでしょ。次回でいいような気もするけどな。一旦じゃあここで終了にしよっか。まあでもどうしよう、支援情報をちょこっとだけ見よっか。メルセデスだけ見ていこうかな。うん、3人見ていきましょう。メルセデスだけ見て今回終わりにします。もう夜か。よし、今日はこれくらいにしようかしら。訓練お疲れ様、イングリッド。よかったらこれで汗を拭いて。あ、メルセデス、いつからそこに。あ、そのありがとうございます。どういたしまして。実はさっきからずっと見ていたのよ。そうだったのですね。すみません、集中していてまるで気づきませんでした。しかしどうしたのです、メルセデス。私など眺めても楽しいことなど。あら、そんなことはないわ。あなたの訓練の様子につい見とれてしまったのよ。かっこよくて憧れちゃうなって。私体を動かすの得意じゃないから。憧れ、いえこの程度大したものではありません。そのメルセデス、私こそあなたに憧れているのです。もう私に。まあお互いにないものを持ってるよね。それは嬉しいわね。どうして。そのですね、メルセデスはとても可愛いというか、女性らしいというか、この布切れ一つでさえいい香りがするなんてすごい。あら、声優かな。その香水、お気に入りなの。あなたも気に入ってくれたのなら嬉しいわ。布に香水をかけるという発想がある時点で違う世界の女性に見えます。あらあら、今度私の部屋に来てくれたら香水くらい分けてあげるわよ。そうだ、その時にはお茶でも飲みながらいろいろとおしゃべりしましょう。ええ、もちろん、ぜひお邪魔させてください。しかし友人との茶会など私には縁がないと思っていました。あらあら、じゃあこれからは暇を見て開くことにしましょうか。ああいえ、そこまで気を使ってもらわなくても。いいのよ、縁がないなんて言っていたらいつまでも縁遠いままでしょ。まあそうだね。そうですね。ではお言葉に甘えるとしましょう。
メルセデスは気配りはできるんだけど、なんかどこか抜けてる感じがするから怖いんだよな。あら、イグナーツ、どうしたの？そんなに急いじゃって。先生が全員訓練場に集まるようにって、メルセデスさんは聞いてないんですか？聞いたわよ。もう少ししたら行くつもり。あの、急がなくていいんですか？先生が呼んでいるんですよ。でも、お昼の時間が終わったらでしょ。まだ余裕があると思う。まあそういう条件付けされてんだったら別にいいんじゃない。それもそうですね。僕こういう時慌てちゃって、メルセデスさんみたいにいつも落ち着いてるのすごいと思います。どうしていつもそうやって落ち着いていられるんですか？だってあんまり慌てても仕方ないじゃない。誰かの迷惑にならないようにすれば、それで十分じゃないかしらね。必要以上の無理なんてしなくていいのよ。どうせなるようにしかならないんだから。それはつまり人生を達観しているってことでしょうか？そんな交渉の話じゃない気もするのだけど。いえ、すごいです。僕なんか自分だけ他人とずれていないかいつも気になって、だからこういう時もつい慌ててしまうんです。どうしたらメルセデスさんみたいに堂々としていられるでしょうか？もうさっきから大げさよ、イグナーツ。私はただぼんやりしてるだけなのに。私みたいになるときっといろいろ苦労しちゃうわよ。でもメルセデスさんはなんだかいつも幸せそうというか。どうでしょう、それは。ごめんなさい。謝らなくていいのよ。もっと堂々としていなきゃ。でしょ、訓練場よかったら一緒に行く？私とだとゆっくりになっちゃうけど。そうですね。急ぐ必要はありませんし。だけどやっぱり不安です。僕先に行きますね。あらあら、そんなに慌てて転ばないでね。まあどちらの行き方も一長一短だと思うけどね。いいんじゃないかな、別に。どっちでも。あらあら、ギルダ、困った顔してるわね。どうしたの？ああ、メルセデスちゃん、実は温室のお花にお水をあげなきゃいけないんだけど、私先生に呼ばれてるから急いで行かないといけなくて。あらあら、こんな朝から呼び出しなんてきっと急ぎの用事なのね。ギルダ、お花は私に任せて。あなたは先生のところへ行ってちょうだい。え、いいの？助かる。いいのいいの。じゃあそのお水貸してね。ありがとう。後でお昼一緒に食べようね。わかったわ。じゃあ行ってくるわね。ああ、先生に呼ばれてるのは明日だった。よろしくね、メルセデスちゃん。ずいぶん経ったけど、メルセデスちゃんまだ帰ってきてないような。お水あげるだけだし、すぐ戻ってくると思ったんだけどな。そろそろお昼になっちゃうし、仕方ないな。見に行ってみよう。こんなものかしら。すげえ。よし、他に用事頼まれてなんか次々と受けてんのかなと思ったら、こんなものかしら。水あげるのだけでこんなに時間かけてたのか。あらあら、いるだ。先生の方はもういいの？それはもういいの。それよりもうお昼の時間なんだけど。お昼？あらあら、ほんと気がつかなかったわ。お花に水をあげた後、掃除してたのか。温室のお掃除がしたくなっちゃって、それで始めたらはかどっちゃって、楽しかったものだからつい。そうなんだ、メルセデスちゃんは優しいのね。
そんなことないわ。ヒルナ、あんまりメルセデスに物事頼むと余計なことまでされちゃうぞ。私がやった方が早かったような。むしろ待ってる方が疲れちゃったわ。ヒルド、どうしたの？早く行きましょう。お腹空いちゃったわ。そうだね、何食べようかな。まあでもこれはもうヒルダ頼んだ側ですから、もう文句は何も言えませんね。 OK、 よし、じゃあこんなもんかな。まだまだあるね、まだまだあるけど、次回時間があれば見たいかな。 OK、 よし、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではではまた次回。次回はエピソード進めていきましょうね。カレンダーの29日アルバン制圧ですね。だいぶ長くなると思いますのでよろしくお願いいたします。では次回失礼いたします。